ドジャースの大谷翔平投手29がロサンゼルス郊外の高級住宅地にある豪邸を785万ドル、約12億3200万円で購入したと22日、日本時間23日、ロサンゼルスタイムズ紙が報じた。敷地面積約3800平方メートルで、5つの寝室、8つの浴室に加えて、シアタールームやジムなども完備。 本拠地ドジャースタジアムへは車で約20分で、元バスケットボール選手のマミコ夫人27の存在もあり、バスケットコートも備えた前線基地となる。10年7億ドル、決定時約1 1 5億円の男、大谷が選んだ新居は、ロサンゼルス郊外の町ラ・キャニアーダ・フリントリッジにある3階建ての豪邸だった。 ドジャースタジアムから車で北に約20分と最高のロケーション。バーダゴ山脈のふもとに位置し、人口約2万人の閑静な高級住宅地だ。ロサンゼルスタイムズ紙は不動産記録を通じて取引を確認したとし、米不動産サイトによると購入日は今月15日となっている。13年に建てられ敷地面積は約3800平方メートル。FIFA 推奨のサッカーコート。 105m×68m、105 7140平方メートルの半分より少し広いという広大な面積だ。床面積も約680平方メートル。愛犬デコピンも大喜びで走り回れる。現代的かつミッドセンチュリーモダン、1940、60年代に生まれた米国のデザインの要素が取り入れられ、天窓と高窓の下に石、ガラス。 木を組み合わせた中性風のリビング空間が広が広る暖炉が2つ、ホームシアター、サウナ、ジムプールなどを完備し、特注のキャビネットが付いたキッチンもある。寝室5室、バスルーム8室で、うち1つはバルコニーとスパ用の浴槽が付いているという。カシの木などに囲まれた敷地内には、バスケットボールのハーフコートもある。今年2月に結婚したマミコ夫人は、 元バスケットボール選手でユニバーシアード日本代表も経験。洗い選びにあたって希望を取り入れたのかもしれない。大谷と愛のワンオンワンでゲームを楽しむことも可能だ。ラキャニャーダはスペイン語で強国の意味。ハリウッド俳優やセレブに人気のエリアで、今回の豪邸はコメディアンのアダム・カローラが売り主だった。カローラは18年に732万7千ドル。 約11億5000万円で購入。昨年6月に899万ドル、約14億1100万円で売りに出した。その後値下げされたが、今回の785万ドルは同エリア最高額だという。大谷は4月、米ハワイに建設費1700万ドル、約26億6900万円の別荘を購入したとも報じられた。今年7月に30歳。 人生の節目を迎える男がスイートホームを手に入れた。奥田秀樹通信員、売り主はコメディアン、豪邸の売り主アダム・カローラはカリフォルニア州出身の59歳。ラジオパーソナリティーやコメディアン、俳優としての顔を持つ。11年には自身のトークショーが、最もダウンロードされたポッドキャストでギネス世界記録に認定された。声優や映画監督などもこなす。 今回の物件について米不動産情報専門サイトで、モダンな建築の家でありながら、アットホームな雰囲気とのバランスが絶妙とコメントしている。